さて皆さん、自由に生きていたいですか？まあ、自由に生きていたいですよね。南国で、風に吹かれて、波の音が聞こえて、まあ、そんな生活してみたいと考えたことのある方は少なくないと思います。気持ちはわかりますが、自由は成長を蝕み、窮屈、つまり制限だらけの毎日が実は成長につながります。子供の頃、自由はあまりなかったかもしれません。月曜日から金曜日は学校へ来いと言われ、学校へ来る時には8時20分までには来いと言われ、来たら来たで今度は喋るなと言われ、お昼までご飯も食べるなと言われ、まあ全く自由のない生活を皆さんはしていました。起業をすると全て自由です。働くかどうかも自分で決めていいんです。しかし、制限がないと成長はできません。つまり、皆さん、毎日窮屈だなと感じている場合、なぜ窮屈なのかを考えて解決してみてください。例えば、8時に来て情報を取らなければいけないという風習が病院にあったとします。窮屈ですよね。なんで8時30分からが仕事なのに、8時に来なければいけないんでしょうか。まあこれはすぐに変えることは難しいかもしれませんが、まあ、8時に来て情報を取らなければいけないというより、まあ、取らなくてもいいようにすればいいんじゃないかということを考えていく、これが仕事です。この制限を取り除くことができれば、まあ仕事としては楽になるかもしれませんが、制限を取り除く自由になるといっても、今度はそのためにはどうすればいいのかという新しい制限を設けなければいけません。例えば、記録をしっかり書こう。まあでも、しっかり書いたつもりがただ長いだけ。つまり、自由を求めると新しい制限がやってきます。しかし、この制限が皆さんを成長へ導いています。例えば、記録に文字数を制限しましょう。頭使いますよね。でも、これを行えば、8時に病院に来なくてもいいかもしれません。うまくいかないかもしれませんが、頭を使うということが成長につながっていきます。例えば、英語で論文を書いて投稿したとします。まあ、日本語もそうなんですが、特に英語の場合には文字数の制限が結構きついです。日本語というのは、まあ、少ない文字で多くの意味を持たせることができるんですが、英語の場合にはそうはいきません。単語単語が長いです。よって、英語の論文の文字数制限というのは結構きついんです。サマリーになると、なおさらきついです。ですが、制限があって短く構成されているからこそ読みやすいんですね。制限なくダラダラ書いていると死ぬほど読みにくいです。医師の記録を見てみてください。まあ人にもよりますが、ベテランの先生の記録は非常に短いと思います。余計なことが書いていないんですね。制限を設けているわけではないと思いますが、制限を自分から崩していこうというような努力をすると、無駄が省かれていきます。業務連絡です。自分を律することができる。自分を制限する。それが大人唯一の、学習方法だと考えています。自分に制限を課せることによって、大人は成長できます。ナースボット、まだ使ってないの？無料。